はい、皆さんこんにちは。しげちゃんの歌唱合唱講座のお時間です。今日は五木ひろしさん、なぎさの女、この歌をレッスンしてみたいと思います。まずはオリジナルキーで私がワンコーラス歌ってみます。会いたくなったら一人で海に来て、名前をおびおびと言った人、別れて初めてあなたの優しさがしみじみ私にわかります。なぎさに寄せる白い悲しいさざ波、女心を濡らして帰らぬ夢を呼ぶ。はい、それでは今日は五木ひろしさんの名曲ですね、なぎさの女、私が知ってるだけでもこれ確か3回出てる感じがしますけども、まあ、そのくらい何度も何度も、出されて、まあ、有名でとてもいい曲だということの表れですよね、とってもいい歌だと思いますのでね、ぜひ皆さんしっかりと覚えてみましょう。このカラオケは2015年度版、なぎさの女というカラオケを使っておりますから、まあ、いわゆる一番最近の新しい曲のなぎさの女のバージョンとこういうことですね。ですから、皆さんが覚えていただいているかという時には、このカラオケで、最近のやつということになります。はい、それではぜひしっかり皆さん覚えましょうね。一人の女性が渚に佇んでます。夕日に染まった海辺を眺め、そして一人佇んでます。聞こえてくるのは打ち寄せるさざ波の音、そして悲しげな海鳥。あの人はもう帰ってこない。できるものならあの日に戻りたい。そしてあなたにもう一度会いたい。ここに来ればもしかして会えるかもと叶わぬ夢を抱きつつ、一人物思いにふけてる、そんな姿が表現できるといいですね。とてもいい曲ですからしっかりと覚えましょうね。言葉を噛みしめるように、一つ一つ丁寧に三連のリズムに乗っていきながら淡々と進めていきます。後半で一気に、感情とそして、自分の気持ちが盛り上がってきますから、そのあたりをしっかりと捉えてね、歌い切るように持っていってみましょう。はい、まず会いたくなったらですね、会いたくなったらといきます。あからいいえ、ちょっと、音がポーンと上がってる感じがしますから、上手にこの音の流れを捉えましょうね。会いたくなったら一人で、このままいきますよ、一人で一人で海に来て、ちょっとここふわりが難しいですけど、海に来てとこう覚えましょう。一人で海に来てね、こんな感じですよ。はい、それではいってみます。あからいいえ、クッと上げましょうね。会いたくなったら一人で
海に来て、名前をしっかりこうグググッと出ましょう。名前をこのままお呼びと、お呼びと、ちょっと音高いですね、頑張りましょう。お呼びと、まあ高い音ですけど軽く捉えれるようにしましょうね。あんまり高いからってもう頑張りすぎない、割と高音を軽く出せれるように練習しましょう。こういうとこ結構間ができる感じね。落ち着いて言った、そしてちょっと伸ばしてから人といきます。はい、じゃあこのとこ行ってますよ。海に来て名前をお呼びと、落ち着いて言った人。はい、また、ちょっと落ち着いた感じですね。別れて初めて、別れてと三連音符で乗ってきます。そしてそのまま初めてあなたの、ここは一人で海に来てと同じですね、同じ流れです。あなたの優しさなと、こうなります。あなたのと伸ばして優しさができます。あなたの優しさが、そしてしみじみ、ここら辺りからググッと出てきますよ。しみじみ、このまま私に、私に、また高音ですけど綺麗に捉えましょうね。わかります、これなりも前半とよく言ってますからね、まあ同じような繰り返しになりますけどね、落ち着いてこなしましょう。言った人、別れてこのまま初めて、あなたの優しさが、しみじみ、しっかりと私に、落ち着いて、わかります。はい、まあここで前半が終わってきましたね。それでいよいよです。いよいよここからグッといきますよ。渚に寄せる、こうちょっと波がうねってくようにね、渚に寄せる、白いとこ入ってきますから、どんどん気持ちは高めていきましょう。渚に寄せる白い悲しいさざ波、白い悲しいとちょっと区切ってからさざ波、さざ波、女心、女心をここでちょっと区切って、そしていよいよいいところですね。濡らして二度とと言っちゃいますよ。女心濡らしてこのままて二度とと、ね、高いところですけど頑張っていきましょうね。ここ一番いいところですからね、変にブレスしないようにしましょうね。はい、じゃあそのいいところいきますよ。わかりますね。渚に寄せる、はい、白い悲しいさざ波、女の心濡らして二度とこのまま帰らぬ夢を呼ぶ。あ、もう最後説明しないで歌っちゃいましたね、ごめんなさい。そして帰らぬ、もう一回乗っかり直すような感じで、帰らぬ、落ち着いて、夢を呼ぶ、最後も静かにね、落ち着いて、エンディングに向かっていきましょうね。じゃあそこのとこもう一回いきましょうか。濡らして二度といいとこですから。
必ずワンブレスでいきましょうね。はい、ワンブレスいきますよ。女心濡らして二度ともう一回帰らぬ、落ち着いて、夢を呼ぶ。はい、こんな感じですね。まあ、歌いたいね、とってもいい歌ですから、しっとりと丁寧に歌いながら最後はダイナミックで、ね、歌ってみましょう。ありがとうございました。ぜひ練習してみてください。